4万、走行4万キロだと値段とかってどのぐらいなんですか。450、あ、車体で総額ですか。 2.8 リッターのディーゼル、これは、あ、塗装したんですよ。これブルーになってるんですか。いや、これは普通の黒。普通ですか。ああ、でタイヤ自体も変えちゃったってことですか。タイヤも変えました。ホイールと、これもなんか高いんじゃないですか。レイズじゃない。すごいねこれね。車高は何、これどうに上げたんですか。回転。じゃあ調整はできないから、ね、もっと上げたくなっちゃったんですか。倍ぐらい。これランドクルーザープラドだけど結構でかいっすね。やっぱり前のクラウンからしたらでかいんじゃないですか。でかいですね。なんか、あ、やっぱ自分で濡れちゃうからすごいですね。ちょっとマットっぽい感じですか。あ、こういうのできるんだ。綺麗に濡れてますね。あれ、なんかクラウンから乗り換えたなんか理由って何なんですか。乗ったらちょっと違いました、ね、あ、違うんだ。セダンからだとなかなか違いますよね。そうなんですよ。だって駆動も違うし、クラウンだと FR だし。そうです。走りも全然違うんじゃないか。重たくて、もしかしたらじゃあまたセダンに戻るかも。わかります。広さなんかはでもかなりいいじゃん。なんか変わっちゃう。あ、横置きなんだ。あ、ここにあるから。いや、まあ奥は置けるけど。そうです。あ、スイッチでできるんですね。そうです。席前に倒せる。すごいな。ああ、今電動でねできるんですね。一応これで7になっちゃう。ああ、なるほどね。トラックこれしかないんですよ。ああ、全員座っちゃうともう本当にないですね、スペースが。あー、でもまあ一応座れるって感じですね。この辺にちょっと惚れて買った感じですか。そうです。なんかかっこいいなと思って。かっこいいなって。もう乗り換えてどのぐらい経つんですか。結構3ヶ月ぐらいですか。3ヶ月でちょっと考えちゃったの。ちょっと難しいっすね、車って。また乗ってみると全然違いますからね、クラウンと。走りの良さはクラウンですかね。全然クラウンですね。
Thank you.